頑張りますか。あ、状況は心配するほど。よし、臨機応変にな。もらったな。頼りにしてるぜ、軍師殿。ああ、問題ないな。おい、手滑った。はっ、無事か。ノクトはそれなり。今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。おい、あれ、雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、ポッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする、進んでみるか。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。おい、ノクト、何かあるぞ。そこ通れそうだぞ。行こう。攻めな。よいしょっと、なんとか通れるかも。苦しくなってきたよ。し、静かに。え、え、なになに。君が悪いな。油断する。力も伝統代わりか。かがめば通れるか。頭を打つなよ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。めんどい。油断禁物ってね。
じだ。飛ばせし、てめえ。うん。うわ。暗くてないから投げにくいだろ。あ、さ。ノクト、あ、うりゃグラディオが毒にかかってるよ。やっかいだな。はい、戦いになる。まあな。おれ、一体誰を狙ってる。悪かったって。無事だな。はいはい、行くぞ。まだ行くの？速攻で終わらそう。頼もしいな。これで決めよう。これ決めてみろ。ノクタフィールドで決め。
行き止まりだ。おい、後ろだ。さて、どうする。油断するとやられるぞ。行こうぜ。ああ、うん。で、行き止まりだな。そこ通れそうだぞ。行こう。やっと。おとなしくしてもらおう。一分で行けるか。一分もいらねえ。おい、ぜっすべか。よっ、受けてみろ。どうだ。すっげえ、グラディオ。すげえ、グラディオ。顔色が悪いんだ。高っ、食らえ。あれ、終わりか。いけ。どうだ。さすがだな、グラディオ。なんか聞こえない？プロンプト、どうした？おい、返事しろ！クソ、こっちだ。無事か？おい、返事しろ。もう嫌だ、ここヤバいって。でかい蛇がいたんだよ。うわあ、くそ、せい、ほら、やはり出てきた。どうだ、ちょこまか動きやがって。うわあ、シャレになんない。悪かったって。おい、返事しろ。クソ、こっちだ。Get out!
これで満足だろう。無茶をするなよ。お前もな。こっちに何かありそうだな。時間かかっちまったな。痛いってノクト。これは珍しいかも。値打ちもんかもな。先を急ごう。ああ。いる。絶対いる。くそ、出てこい。落ち着け。
またあったよこれ。ここにも存在していたのか。行くんでしょ。ダメだ、ここも鍵が必要みたいだな。問題はここの鍵はどこで入手できるかだな。だな。あれは自分で返せよ。心配ない。ようやく見つかったな。よかった。ノクト、頼むぜ。雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。
はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか？ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ？当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。よろしく。ウリ、ひと狩りいっとくか。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない？ああ。はあ、すっげえ。よねえ、一回王都に戻ってみない？取られたもん取り返してからだろ。ほう、いいこと言うじゃねえか。そのためにも帝国を静かにさせないとな。よっ。ノクト、上見て、ニクル軍だよ。サンキュー。で、ノクト、ルナフレーナ様に会えた後はどうするんだ？一緒に旅ってわけにはいかねえしな。っていうか結婚式はやったら？とりあえず会ってから考える。ウリ、それ。
風が気持ちいいね。そうだな。そうだな。ノクト、魔導エンジンの音がする。それ。蒸し暑いな。だな。何か声が聞こえた。ありがとうチョコボ。ありがとう、助かった。やったー、完璧。頼むな。よノクト、上見て、ミクル軍だよ。サンキュー。ウリ、ありがとな。またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。
タイミングバッチリだぜ。行くぞ。よし、行くか。行こう。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。それ。塾ってことで。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。
合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3 2 1やれ。しゃ、作戦成功。やるね、ノクト。さすが。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。レガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。よくやった。この調子で行こう。
あれが基地の動力源。魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。
装置および周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。了解。対象は施設全体だ。敵を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。ところに戻ろうぜ。楽勝だったね。結果的には。しかし帝国軍にとっては大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。メン、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか。それよりバトルトゥービクトリーはどうだ。まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。
あれ、久しぶりだノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい動くなよお前も。なんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬならそれが世界の運命。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が助けに来たよ。何を言っている。軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。ラスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を流しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ。前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に。知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。いいところに来たね。面白いのができたんだよ。今日のご注文は？強化したいパーツはどれかな？
きな色を選んでね。材料が足りないかな。これでいい？あとは私に任せといて、バッチリ調整しといたよ。あ、綺麗になったよ。